君の志望校だけの対策で20点から60点アップが期待できる入試直前パック、今年も申し込み受付中。詳細は動画概要欄の URL をクリック。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。学びズムの川本です。今井です。よろしくお願いしま す, お願いします。それでは今回はですね、はい、高3になる前にやっておいた方がいい参考書古文編という風な形でテーマを進めていきたいと思うんですけれども、古文といえば川本先生のフィールドですから。私ですね、存分語ってください。はい、わかりました。じゃあ話していきたいんですけれども、はい、まずそもそも入試古文において最終目標って何でしょうかという風に言われた時に、あ、今井くん和歌の習字法。あ、違います。それが最終目標ではないです。多分滑ってるわ。まあまあ、 和歌も大事なんですけど、はい、まあ一番大事なのはやっぱり長文読解 で、 ね、で、まあ、読んで訳せるようにするっていうのがまあ最終目標にあるわけじゃないですか、はい、でそうなった時に、まあ解き方っていうのよりかは先にまず読み方の方が当然習熟としては早くあってほしいと、ね、ってなった時に、じゃあ読むために必要な力といえば、はい、まあ単語力、あとは文法力がもう必須になるので、ぜひともこの高3になるタイミング前のタイミングでもうこの基礎的な単語であったりだとか文法っていうものは先に習熟し終えてた方がやっぱり有利に進むんですよね、うん、やっぱり3年生からやり始めるのと3年生になる前にそれ終わってて、3年生になったらある程度長文読解入れてて、うん、で解き方そっから習ってるでは全然やっぱりこの速さが違う、そうね、で他の科目にも時間当てられるっていうのも有利になるので、絶対にやっぱり単語と文法これは必須になるかなと、うん、でその上でじゃあまず単語でやっておいてほしいものとしてはやっぱり難関次第、例えば関関同率とか、まあ、マーチとかを目指してる子であれば、うん、605レベルの単語帳は使っておいてほしいなというふうなところで、はい、まあ、おすすめしてるのがグループ30ですね、うん、まあ、これでまあしっかりそのグループごとに単語が分けられているので、例えばあこれって宮中でよく使われる単語だとか、うん、まあ、これ恋愛でよく使われる単語だとかっていうところで、すごくこう古文嫌いの子とか暗記が苦手な子にとってはすごくいい一冊かなと、うん、でも基本的には学びズム生はもうこれしか使っていないので、うん、まあ、僕らも心からおすすめしますという風なのがまず1点で、ちなみに、はい、こう難関次第より低いレベル、中間次第とかだとグループ30でいいですか、はいはいはい、ちょっとオーバーワークになってしまうかなというところがあるので、はい、例えば三金交流とかニットをこませ、まあ、いわゆる標準次第を目指している子にとっては305レベルぐらいの単語帳でいいかなと、うん、なのでまあそれに当てはまるのがマドンナ古文単語230ぐらいが、まあ、発声が合わせたら300語以上あると思うので、うん、まあ、そのあたりをしっかり使って学習を進めていくと、まあ、単語に関してはだからグループ30かマドンナ古文単語230を使ってやっていってくれたらいいかなというふうに思います、はいはい、で続いて文法なんですけれど も, もう文法はもう本当一択ですね。もうこれはどこの大学を目指すにしてもですよ、はい、もうこれも忖度とか関係なくマジで矢沢のたった6時間で古典文法という参考書がございますね。お師匠様、お師匠様の文法書ですよ。忖度せなくいいもへんからね。忖度じゃないですよ。そうですよね。ガチの紙参考書で、はい、まあ、これ今井先生も生徒の時からずっと受講してますし、そうですね、僕も、それしか使ったことないんですけれども、うん、やっぱり決定的に違うのが今のその参考書発売されてるやつであれば、その解説だけじゃなくて映像授業もついてるし、一問一答って言って、まあ、要はその授業で習ったことを一問一答形式にしてこれは覚えましょうねっていう暗記事項をまとめてくれてるミニブックっていうのもあるので、基本的にはまず参考書の方で知識理解をいっぱいした上で、でミニブックで暗記事項をしっかり覚えて、で参考書内についてる、まあ、練習問題でアウトプットをしてちゃんとその知識が使いこなせているのかっていうところまでがサポートされてるので、これを基本的にはもう文法を回してやっていくっていうのが一番理想かなと。で一個注意してもらいたいのが、はい、これ単語やって文法やるとか文法先やって単語をやるとかではなくて、もうこれは並行してやってもらいたいっていうのがあるので、絶対にまあ週50個ペースで例えば古文単語を回してるのであれば、その裏でしっかり毎週チャプター1講座から2講座ぐらいは古典文法も並行して勉強していくっていうのは、まあ一つ勉強法としては鉄則でやってほしいことかなというふうに思うので、まとめると単語だったらグループ30とマドンナ古文単語230で、文法だったら矢沢先生の6時間古典文法、これで十分かなというふうに思いますが、何か補足事項とかありますかね、はい、じゃあ僕からいくつか話しておきましょう、はい、まず一つ目に、じゃあこの
のグループ30だとか古典文法だとかを、うん、まあ、高3になる前に、うん、まあ、終わっておいたら理想だよねっていう話なんですけど、はい、まあ、この動画上がるの1月中旬を予定しておりますので、うん、まあ、その時期からじゃあ始めるってなった場合に、まあ、1月残り半月、はい、で2月3月と、まあ、約2ヶ月半なわけです、うん、まあ、約10週間ほどで、うん、まあ、高3になるんだと。じゃあ10週間で1週間に50個ペースで済んだら古文単語が600語覚えれないじゃないかとかっていう風になるんですけど、うん、あくまで古文よりも当然にして英語の方が勉強量の傾斜をかけるべきであって、うん、まあ、それを考えた時にその英語の勉強量がおろそかになるんだったら古文の手は少し緩めてねっていう風に僕は思ってます、はい、ただ学びズムせいで両方同時進行でできない子僕はほぼ出会ったことないの で、 そうです、ね、やれないの前にほんまに自分がちゃんとこの受かる受験生の勉強量を果たして今しっかりできているのかどうかっていう風なところを必ずね考えてほしいなという風に思います、はい、でそれが1点目、はい、でもう1点これ結構諸説あるんですけど古文とか配点そんなにでかくないから、うん、もっとやるの後ろでもいいんじゃないか説なるある説、はい、これねあの気持ちわからんでもないんですよ、はい、確かに入試の配点で考えた時に国語っていう科目が特に文系だったら現代文古文で例えば100点のものが50、50に分けられたり、うん、150のものが75、75で分けられたり、うん、大学によっては国語は大門3つ編成で2個現代文1個古文とかっていうのもあるわけですよ、うん、はい、っていうのを考えた時に当然にして私立文系ね社会選択とか文系数学選択なんでもいいけど大体配点って英語が一番上選択科目がその次で国語の言語ってなるから、うん、配点で考える勉強バランスって理想はよ理想は英語の次に選択科目があるから、うん、選択科目をやるっていうのも確かに理想なのよ、うん、ただこの英語と選択科目のこの2つって言ってしまえばこう点が出るとか自分が結果を出すのにすごく時間のかかる科目、うん、めっちゃ遠いそのできるようになったっていう感覚になるのがめっちゃ遠い、はい、それに対して古文って英語とかより覚えなあかん単語量も少ないし、うん、覚えないといけない文法の数も少ないしじゃあ長文読むときに意識しないといけないことの難しさも当然にして英語よりは難しくないというふうに考えたときに、はい、古文っていう科目はしっかりやるべきことをやれば結果が出やすい科目ではあるんですよ、うんうん、だから短期間でもできるから配点を低くしているとか、うん、いろんな多分おそらくそういう科目の性質上配点が低いっていうのはあるんですけどだからこそこう時間がかかる中なんかやってもやっても伸びてる気しないなっていう風な科目をずっと長時間やるよりも古文っていうまあ比較的こう暗記事項が少なくて結果が出るのが早い科目を早く武器にすることができればそれが一つのこう勉強の継続的なモチベーションにつながったりだとかしていくっていう風なところで古文は勉強するに越したことはないかなっていう風に思うのでまあ今日川本先生が言ってくれた古文単語と古典文法を中心に古文の勉強頑張ってほしいなという風に思います。以上です、はい、それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。今日も動画最後まで見てくれてありがとうございます。マナビズムではですね公式 LINE を用意します。その公式 LINE では君の志望校であったり今の実力っていうのを入力していくことによってこの参考書この単語帳が最適ですよっていう風におすすめする英単語帳診断であったり総計マーチカンカン同率みたいな有名資材の傾向と対策はこうですよみたいな ebook 資材攻略バイブルっていうのをプレゼントしてます。なんで興味ある方はぜひ LINE 登録よろしくお願いします。